僕も生で見ていたんですけど『24時間テレビ』で大久保佳代子が秋吉久美子に謝るっていうシーンがあったんですよねまあ有吉反省会で大久保佳代子が「ババア!」って言っちゃって本当に怒っちゃったんじゃないかみたいな、まあ、本当に怒っていたと思うんだけど、まあ、9年越しにね謝るってことで、まあ、実際対面したら全くねその秋吉久美子が大久保佳代子のエンタメにつき合わなかったっていう。 <の>か <laughs> 俺を見ててさあれれって思ったんだけどその後ツイッター見たらさ秋吉久美子って「ババアマジ無理とか「何なの偉そうに」とかあのすごいこと言ったんだよね伊藤麻子とか大久保佳代子に「見た目で勝負してないよねだからその分頭の回転とか記憶力がいいんだ」ってすごかったよねまあツイッターの声とかわかるんですよでさ まあこの人っていうのはそもそもさあの山城慎吾とかさ梅宮達夫とか松方裕樹とかさ、まあ、そこの世代の感覚なんだと思うんだよね昔流さ銀幕スターあそもそもあのバラエティーに出ること自体が間違ってるしプライド高くてさふ、まあ、普段からねハイソサイティな生活してる人だから、ね、そういうすごいスターみたいなだからこの人のさ 聞いてペリアとか見るとさ、すごいからね。まあ吉永さゆりとかね、そこら辺のまあクラスまあ大御所だよね。だからその人がまあ合わせられないんだよねバラエティーにってところかなって思うんですよね。あとちなみにね、ドウモと小池君に顔似てるよね。ドウモと小池君もよく言われるらしいよ。秋吉よし子に似てんねと。あとさんまのまんまにね、そのあきよし君が昔昔に釣ってた時にね、なんか。 なんかそば食べたいとか,なんか寿司食べたいとか言ってマネージャーにさあの買ってきてとか言ってなんかその撮影を、ね、遅らせたりとかしてさんまが本当に怒ったりとかしてだからそういうだから昔の銀幕さんの乗りてやってきてそ,そんな人がだから <laughs>、ね、あのバラエティに出んなって話なわけですよだから高倉健とかさバラエティに出ないでしょ田村正和とか、まあ、そういう、まあ、類の人だと思うんだよね。 だからああやってね、あの噛み合わなかったしあの、全部ね、あの大久保佳代子のエンタビューを、ね、スルーしてね、全く噛み合わずに、なんか変な感じになった、偉そうにしていてね、なんか好感を持ちにくいってことかなって思うんですよね。ままああ以上です。どううもありがとうございました。